エッグドナーに登録する、自分の卵子を提供するっていうことは、出産するのは私ではないです。代理出産とは違います。そうですよね。純子お姉ちゃん、葵ちゃんだよね。何年ぶりかな、おばあちゃんの葬式以来こんなとこで会うなんてね。結婚とか子供とか興味がなくて。結婚式には張り切って止めそれ切れちゃうかしら。遠慮しないでね、私たちいとこ同士なんだから。じゃあここ住んでいい？え？お互いに秘密ってことで。さっさと追い出しなよ。でもまあいとこだから無限にできなくて。弱みでも握られてんの？つけ込んでるでしょ。つけ込んでね。あの人が分かってくれるわけだ。そうやって思い込むのやめなよ。理解してもらえないって思い込むの、差別されてると思い込むのやめな。誰かのこと、ちゃんと自分があってなんとなく生きてきた私とは違うんだから大丈夫。選ばれたんでしょ。自分の人生を自分で決めつけなくてもいいんじゃないかなって思って。自分らしく。元気でね。エッグドナーに選ばれたら。選ばれたら返して。私選ばれるんです